こんにちは、佐々木です。本日はメルカリご当地仕入れで売れる儲かるブランド品、無在庫転売したらね、おすすめですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、昨日続きになりまして、ご当地ですね、ご当地で、売れる儲かるね、無在庫転売商品、ぜひ紹介させていただきます。はい。こちらですね、今回ですね、沖縄ですね。で、この沖縄ですね、ご当地と調べたんですけど、沖縄の商品がです、結構売れてますので、ぜひね、沖縄缶詰でね、こちらの方入力していただければ、ね、いいかと思います。はい。あと新品ですね、こういったふうに入れてください。管理ですね、そうしますと、もう、ドカーンとこう出てきます。はい。で、これですね、これいっぱいあるじゃないですか。で、これちょっと調べてみたんですけど、インターネットでね、こう実際こういうの売ってるんですけど、インターネットで仕入れた商品ではないです。はい。そうしますとですね、利益はですね、全然出ないですね。で、これ出してる方なんですけど、ちょっとね、これリンダさんとかですね、ちょっと見ていただくと、もうこれすごい出してるんですよ。もう大量に出します。本当に。で、これですね、これ出してる方はですね、おそらく、これ沖縄の方ですね、完全に。沖縄の、もう、ちんすことか、これ沖縄のスーパーとかコンビニとかね、ゲゲショップで買ったものを出してる確率は非常に高いです。はい。なので、これは沖縄に非常に人気のね、缶詰なんですけどね。はい。こういったね、商品があれば、無在庫でね、売ることができます。お菓子もいっぱいありますよね。すごいですね、これ。はい。で、実際ね、私ちょっと調べてみたんですけど、沖縄の現地のスーパーだともうほんと激安らしくて、で、お土産でね、買う方も非常に多いので、もう段ボールで売ってみたいですよね。もう20個とかね。それをバラしていってる確率は高いので、ぜひね、もう沖縄の方はこれ、同じね、出品していただければ儲かります。はい。で、他にもね、ご当地の缶詰とかね、お菓子とかありますので、ぜひね、興味ある方、こういった風にね、これ完全無在庫だと思いますので、写真1枚パシャッとってね、出品していただければ売れますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼンします。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube は一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は、サブ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。